それでは A1 の解説の方に入っていこうかなと思います。聞いていただいてわかるかと思うんですけれども、普通に難しいです。なので、スラスラ引きこなせるようになるためには、やっぱり気合というか根性といいますか、とにかく練習が必要になるかと思うんですけれども、頑張って習得をしていきましょう。とりあえず最初から最後の方までババッと一緒にさらっていこうかなと思います。まず一小節目、ハーモニクスからスタートですね。ナチュラルハーモニクス。まあ、何指でもいいので、普通にナチュラルハーモニクスを出しましょう。このときにその1弦出した後に2弦を鳴らすじゃないですか。で、2弦鳴らしたときにその1弦の音をミュートしなきゃいけないとか、そういったことは特にないので、両方とも伸ばしっぱなしで OK です。キャーンと。ちょっとリズムがウッタターンという感じで取りづらいので、そこだけ要注意という感じですかね。で、5小節目に行くとコードカッティングがスタートします。ここら辺はすごいこの楽譜にしにくいので、なんかこう一応こう仮に書いてますけれども、これをきっちり守らなくても大丈夫です。楽譜通りきっちり弾くと、たたたうつつ、たたたうつつじゃないですか。けどこのたたた、拍の頭のタと、その1拍目の裏の裏のタアタの音、この2つを大事にしたいんですよ。なので、タタタでもいいですし、タタでもいいです。タタタかタタ、どっちか。で、その後ろのブラッシングは、ウッツツじゃなくても、ツクツクでも、ウツツツでも、もしくはちょっとこう少なめに、タタツツ、タタツツっていう感じでも大丈夫です。楽譜通りだと、こんなリズムですけれども、大事にしたいのは、この2つ。ダウン、アップ、ダウン、アップ、この2つです。タタタでもいいですし、タタでもいいですし、僕はどっちかっていうと、なんかダイナミクスというか強弱をつけて弾いている感じなんですけれども、こちらでも良いです。なんかこの自分のなんかこう弾きやすいノリといいますか、グループといいますか、そのリズムで弾き切っていただければなという感じです。なんかすごいこの辺、楽譜に表しづらいニュアンスです。で、1ページ目の方はずっとそのコードカッティングが続いて、2ページ目の方からまあいよいよ本番という感じですね。上に C って書いてあったら、とりあえずチョーキングの音だなと思ってくださいませ。で、楽譜通りに行けば、みたいな感じで、そんな何回も何回もチョッキングをしなきゃいけないような雰囲気がするんですけれども、まあ、これも何回もチョッキングしなくてもいいです。1回目の。で、その後。こんな感じで、トゥイーンといって、その次2回目、トゥイーンと上げて、トゥイテテテテーと、なんか上げっぱなしにしておいても OK です。というか、僕はそう意図しています。1回上げて、で、その次5回弾くじゃないですか。そのとき、その5回中の1回目は上げる。で、1、2、3、4、5を下げる。まあ、こんな感じで意図して書いてるんですけれども、まあ、これ通りじゃなくても大丈夫です。で、その次の小節。こんなフレーズですね。ちょっと運指がややこしいんですけれども、人差し指からスタートして、で、人差し指でこの9フレットにジョイントして、で、そのまま下がって、スライドして、9フレットに行くと。こんな感じです。で、その次がちょっとまた難しいですね。7フレットからプリングして、で、その次、人差し指に6フレットに持ってて、次の段。こんな運指です。横移動が結構激しいんですよね。人差し指、小指、中指、人差し指。こんな運指が一番やりやすいかと思います。人差し指、小指、中指、人差し指。で、その次、中指、小指といって、
で、この左手をグググッとこっち側に持っていって、人差し指が11、11、14。で、また小指をグッと伸ばして、19に持っていくという感じです。おう。こんな感じ。とりあえずここだけ、たんたらたたたたたらたたたんっていう、その19フレットまで。ここまでは何回も繰り返し練習すると良いかなと思います。なんとなくその左手のこの動きの勝手が体に馴染むまで何回も繰り返すと。うん、ちょっと中級フレットの命中率が悪いっすね。まあ、どんどん速くしていって、その左手のこの動かし方、この勝手をつかむようにしていくといいかなと思います。で、ここからは割とシンプルで、こんな感じ。で、その次、こんなフレーズ。このフリングをタンタカタンタカタンと。なんか右手がその常に16分布でこのピッキングをしなければいけないので、そのピッキングが遅れないように気をつけてください。極端に丸くやると。タンタラン、タンタラン、タンじゃなくて、タンタラタンタラタン。タンタラタンタラタン。ダウンピッキングだけでもいけるっちゃいけるんですけども、オルタネットでいった方がいいかなと僕は思います。ダウンで、で、アップで、タラ、ダウン、アップで、タラ。こんな感じです。で、最後の方、ここから32分分のその早弾きっぽいフレーズが出てきますね。ここがまあ一番難しいところかなと思います。普通にスケールをなぞっているだけなんですけれども、スケールのことをあまり詳しくない方はですね、とりあえずもう丸覚えしちゃった方がいいです。さっきの、のところと一緒な感じで、とりあえずもう楽譜見なくても弾けるくらいまで、最初はここ、次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 はここ。こんな感じで楽譜見なくてもなぞれるように、まずは覚えるという感じでしょうか。人差し指がスタート。人差し指が4フレットからスタートです。4フレット。で、その次は6からスタートです。その次は7。その次は9。その次は11。で、その次は13から一気に駆け上がります。こんな感じ。最初は早くせずに、とりあえず覚えることを優先して繰り返す。ということです。で、その後にこの13フレットからのこの上昇フレーズが16フレットに解決して、ここからこんな感じになります。うまい具合にちゃんとオルタネートができていれば、そのプリングの最初の音はダウンからスタートできるはずなんですよ。ダウンからスタートし、4フレットダウンからスタートしますよね。ダウン、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 ダウン。そして13フレットもダウンからスタートして、ここがダウンピッキングで着地できるはずなんですよね。なので、ダウンピッキングでその16フレットをパッと弾けたら、そこからプリングして、とタイミングを取っていくと。13から、という感じで、そのピッキングを意識しながらリズムを取っていただけると良いかなと思います。で、その後、ここのところもちょっとまた難しいですね。おすすめの音詞としては、最初16から、16からスタートする指、薬指からスタートですね。薬指、人差し指。で、その次、3弦、4弦の16フレットを弾いていくんですけれども、この薬指でジョイントしたりとかすると逆に難しいと思うので、3弦は薬指、2弦は小指という運指をやったほうが良いかと思います。ここの小節、ちょっと順番に言ってみると、薬指、人差し指、薬指、小指、で、人差し指で11、12フレットに行くと。こんな感じです。
そうすると、その動きが無駄なく。で、その後も。こんな感じで。こんな感じで、そのあんまりこう無駄なくいけるかなという感じです。でも、最後だけ僕はここの2弦16と3弦16をジョイントしてるかなという感じでしょうか。まあ、ここはジョイントしなくても大丈夫です。ジョイント一切せずに、その小指薬をうまく使って弾いていっても大丈夫です。で、まあ、ここは特に何もないですね。その後もまあそんなに難しくはなくて。最後のここ。しっかりとこのタカタカタン、タカタカタンという音を出してほしいくらいでしょうか。こんな感じです。で、一番最後、17フレットをチョーキングするんですけれども、一番最後の音なので、ピッチは結構気をつけたほうが良いかなと思います。この極端に悪くやると。なんてやると、すごいかっこ悪いじゃないですか。ちゃんと最後はなんかビシッといいピッチで。終われるとかっこよくなるかなという感じでございます。とりあえず、まあ、ざっと解説してみるとそんな感じでしょうか。まあ、この1ページ目の上に書いてあるそのワンポイントアドバイス、カッティングはリズムよく弾くとか、楽譜見なくても弾けるようにするとか、まあ、速いパッセージは毎日の積み重ねで乗り越えると書いてあるとおり、まあ、本当にもうこのとおりなんですけれども、まあ、一応ピッキングのこととか、虫のこととか、ちょっとプラスアルファでお話をさせていただきました。できれば赤ペンとかでこう書き込みをしながら練習していただけるといいかなと。という感じでございます。それでは、あとは練習頑張ってくださいませ。